にちは。トーマサムライのホラギです。僕らは今回の震災で日本からの支援だったり、今ラグビー、日本でラグビーしていることもすごく日本の皆さんに感謝しています。その気持ちを、忘れず土曜日の試合に臨みたいと思います。今週の11日チームの宮一市から NTS 日本代表と試合することになりました。すごく楽しみな試合なので、皆さん先生ぜひご覧の足を運んでもらって一緒にラグビーを楽しみましょう。よろしくお願いします。